ロスケの洋服をリメイクしてみたいと思います。コロスケは洋服が嫌いなんですけれど、嫌いなの理由は袖に手を通すときに手や足を引っ張られるのが嫌いなんですけれど、それさえなければ着てくれるので簡単に着てコロスケが嫌がらないでいられるようにリメイクしてみたいと思います。イメージとしてはこの袖のつながっている部分を切り落としてお腹の部分で一旦裁断してマジックテープを取り付け着脱可能にするイメージです。初めてするのでできるかどうかわからないけれどやってみたいと思います。いいぞ、やるぞ、えい。うわー切っちゃった。はい、思い切ってジャキジャキ、えい、えいみたいなの出来上がり。このお腹のところのちょっと折り返してほつれないように縫い付けて、こっちとこっちにファスナーマジックテープをつけて、ペッペッペッできるように加工してみたいと思います。リードをつけるための穴も開けました。ここつけて着てみようか。シュポ、頭を通すのはかわいい。あ、見えてないの、ね、かわいいね。ちょっと上かな。怒ります。これからコロスケ怒ります。はい、タッチして。はい、切れたね。じゃん、ね、ちょっとタッチして。うん、タッチできない、嫌になっちゃった。バッチリフィットしてます。ほら、あそこブランドしてんな。え、あれ取れてるわ。タッチして、タッチ
チして、そうそう、タッチして、そういうタッチじゃないけど、まあいいや。ねえ、